もうじき食堂に到着する。ちゃんとした案内は放課後にするとして、まずは教室と食堂、あとは保健室などを把握しておけば不便はなかろう。職員室の場所はもうわかるな。転校生としてすでに挨拶に出向いたはずだ。特別に行きたい場所があるときはその職員室で教師に聞くか、俺を電話で呼び出してくれたらいい。他に急用がなければ5分以内に駆けつける。慣れないうちは委員長として俺ができる限り補佐する。気軽に呼び出してくれて構わない。番号を教えるから控えておいてくれ。あ、俺の番号とメアドも教えとくよ。ゼニゲバアットマーク、明星君のメアドよく変えてるけど、毎回ちょっと怪しい業者みたいなんだよね。俺と一緒に大金持ちになろうとかそんなの。覚えやすくていいっしょ。転校生、念のために言っておこう。一応電話番号などはアイドル課の者以外には秘密にしておいてくれると助かる。これでも全員アイドルだからな。個人情報が漏れるとトラブルの種になる。明星、お前もネットオークションで他のアイドルの電話番号を売ったりするなよ。いやいや、さすがに俺も友達の個人情報を売ったりしないってば。っていうかネットだとね、振り込みだからね。俺はキラキラした現金が好きだからあんまり魅力を感じないんだよね。まあ何かそういうので困ったことがあったら僕に相談してね。ネット関係は得意分野。無駄話をしているうちにだいぶ食堂が近づいてきたな。今俺たちが歩いている渡り廊下の中途から外に出られる。食堂はすぐそこだ。昇降口まで行くと遠回りだから生徒は大体この近道を利用する。わーい、今日はいい天気だね。世界中がキラキラしてるよ。明星、いきなり飛び出すな。犬かお前は。せめて靴を履き替えろ。転校生もほら、上靴はここで脱げ。この辺に並んでる下足はどれでも勝手に使っていいことになっている。足のサイズに合うものを選んで履き替えるといい。ふん、転校生は上靴に名前を書いていないのか。他のとごっちゃになりそうだな。
ああ、転校したてだから持ち物に名前を書いてないんだね。いいな、ピッカピカの新品。俺らと交換しない？転校生、マジックペンがあるから、これで上履きに名前を書くといい。日高くんはマジで用意がいいというか、軽くドエモンだよね。っていうか、お母さんっぽい。誰がお母さんだ。何があっても対応できるよう準備しておくのが委員長としての俺の流儀だ。動くな、転校生。ついでだから上履きに名前を書いてやる。お母さん、俺の上履きも名前書いてなかったから書いて書いて。お母さんと呼ぶな。ふん、転校生は足が小さいな。女の子だったな、そういえば。これなら名前を書くまでもなく、他の上履きとごっちゃになることはなさそうだな。まあ念のため書いておこう。備えあれば憂いなしだ。動くな、転校生。文字が歪む。スカートが視界を塞いで邪魔だな。日高くん、君にそんなつもりがないのは重々承知だけど、ちょっとセクハラっぽく見えるよ。ホッケーったらセクハラ親父。お母さんなのか親父なのか、せめて統一しろ。かけたぞ。では行こう。もたもたしていると食券が売り切れる。